幕開いたらおるカップルや。あ、そう。そうや。はい。ほんまこの旅館ええなあ。ほんまに来てよかったわ。けどここに来れたのも由美子ちゃんのおかげやで。なんでよ、この旅館を予約してくれたのはひろしくんやねんから、ひろしくんのおかげ。由美子ちゃんのおかげ。ひろし、由美子。ひろし、由美子。ひろし。いた。ちょっと何なんですか。失礼ですよ。この二人です。我々も37ですからね。あ、そうです、うん、そうそうそう、ジブリの中では学生時代も懐かしい年齢ですよ、もう。あ、そう思う年齢ですね。そうでしょ、ね、もう37やからね。それこそ高校の時とかさ、うん、校内放送で呼び出されたりしてたやんか。おー、してたね。あの時いろんな緊張感あったでしょ。まあ確かにね、別に何も悪いことしてないけど呼び出されたらドキッとするみたいな、ありましたね。そうそうそう、その緊張感をちょっと久しぶりに味わわさせていこうと思って、うん、いや頼んではないけど、そんなこと。いや、この店でやり過ごすか。どこですか。ごめんよ。あ、いらっしゃい。あ、こんなとこありますやんか。出しっぱなしやん。いやいや、おい、何してんの。いや、何してんの。いや、のどかんでもええねん。何してんねん、言ってんの。いや、人に聞かんでもええがな。何してんの。おい、喋れや、なんとか。何してんの、言ってな。はい、何せんでいいの。お湯を出そうとしてます。いや、でいでいでい出ます。いや、でいいって出る。いや、出ません。出るんや。でいい、出たら何も。今ちょっと出ました。いや、違うな。いや、これ今、鼻炎やから。鼻炎。鼻水ですね。なんでよ、ちょっと見せて。あ、ロック解除してないよ。あれ、今すどこにちょぼがない、どこにちょぼがない。ちょっと奥にあったよ。出たせよ。これと間違えたんよ。出てるわ、はい、5体目。持ってくな。何が5体目やろ、お前、気分悪いね。何しとんねん、それ。いや、何してんねん、お前。お前、後ろで落としたんか、ねんか。すいません。でかいさ、あんたつなこいつあんまに。そうだろか。やめてください、二人がかりで。それもちゃうやろ。なんでこれを人数に入れんねん、これを。ええかげんせ。あー、もうあるの、ほんまにもう。藤田、顔飛んできたかも。飛べへん。なんでこんなのけ、飛ぶねん、お前。ええかげんせよ。おい。チャックや、チャックや。見つけたぞ。おい、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 無駄な抵抗やめろ。うるさい。銀行強盗犯です。人質を解放して自首するんだ。なんで自首せないかんねん、これら。おい、とにかくな、逃走用の車は用意せ。さもないとこいつ取らなくても知らんぞ。あたんかい、これ。何じゃ、後でかけ直す。おい、よう、こんなに出れるな、お前。ブルブルってな。知るか、そのもん。スマホに変えたい。ショップ行ってこい、ショップへ。おい、舐めてるか、こら。おい、お前ら舐めたら、これとま殺すぞ、こら。おい、脅しちゃうぞ、これ。おい、逃げて逃げて、今の間逃げて。逃げる逃げる。ポケット見失ってたから。もう余計なこと言うな、俺ら。全然取られへんかったよ。俺この前さ、はい、あのバー行ってさ。バーなんか行くな、お前。おい、バーなんか行かんでええねん、お前みたいなもん。いいかな。行きんな。いいよ、別に。人間にはな、2種類の人間がおんのよ。え、バーに行っていいやつとあかんやつ。お前はあかんやつや。俺あかんやつ。いかんでいいバーなんか。あかんやつ。ああ、バーなんかいかんでいいの。お前飲みたらったんかいな。うん、まあ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 。ほな墓行け、お前は。墓でどうやって飲むの。お墓になんか お酒お供えってあるやろ。お供えも、お供えもあれ飲んだよ、お前。いや、怒られるやん、そんな。大丈夫や。え、お前なんかお墓の関係者っぽいから。小話とかもできなあかんねんで。小話ね、出てきて一人ずつあの座布団座ってね、一人ずつ小話をしてお客さんのハートをつかむねんで。そんなできへんやろ、お前。できます。なあ、その言い方。どつき殺したろか、お前。また事件ですか。いや、俺別に事件は起こしてないねん。騒動は起こしたけど、はい、事件は起こしてないから。そうでした。ほら、小話今やってね、お客さんのハートつかんでみてくださいよ。先日、うん、繁華街を歩いていますと、はいはい、店の前でホストとキャバ嬢が言い争いをしてましてね。ほんでね、もみくちゃになってホストがキャバ嬢の指を折ったりなんかしてましたよ。田中亭田中です。ええー、わけないやろ。